はい、皆さん、こんにちは。今日はね、富山県高岡市に今おります。ちょっと現場が狭そうだったので、動画を撮ってみようかなということで、やっていきましょう。さあさあ、今日はね、Google マップで見た感じがすごい狭そうだったので、どうなるんだろうなと思って一応回しております。すっかり朝夜は秋となったんですが、昼間はね、今日もなんか30度予報なので、まだまだ暑い日が続きますが、先日ワクチン、コロナのワクチンの2回目を接種しまして、9月の、19ですか、2回目だから副作用が怖いなーなんて思いながらも、まあ熱は出なかったですね、僕の場合は。熱と、あと1回目打った時ほど腕も痛くなかったんですが、全身関節痛に襲われまして、大変でした。で、なおかつね、家で寝てるからダメなんだと思って、出かければ治るんじゃないかっていう、わけのわかんない思考回路に至ってですね、出かけたら余計悪化するっていう、ね、まあね、皆さんこれからワクチン打つ人がいれば、家で安静にしてた方がいいと思います。なんかどうしても、まあ、この時期ね、コスモスが咲くのでイベントみたいなのがあったんで行きたかったんです。まあ、でもあんまり動き回ることはおすすめはしませんので、どうなんだろうね。もう一個のモデルナの方はもっとひどくなるのかな、なんて思いながら、まあ僕は無事2回目の接種も終わりましたので、まあ3ヶ月ぐらいは、まあ、安心ではないですけどね、かかりにくくなるんじゃないかなと。かかりにくく、いや違うな、なんかかった時に重症化するリスクが少ないんでしたっけ、ちょっとまあ忘れましたけど、まあ無事に終わってよかったなということで。であとね、近況報告だとありがたいことに、先日ちょっと前ぐらいからね、僕が撮った写真集の販売をさせていただいておりまして、予想以上に反響がありましてですね、入荷してもすぐに完売してしまうというありがたいことで、ね、買ってくれた方ありがとうございます。いやー、でもこんなに正直売れるとは思ってなかったので、すごいびっくりしております。本当に皆さんありがとうございます。感謝でございます。ただまあ限定発売とかではなく、常に在庫っていうか、1、2個は置いとこうかなと思うので、焦らなくても、まあ、皆さん欲しい人に買えるように、まあ、やっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そんなこと言っている間にもうちょっとで現場だな。これね、そうなんですよ。これ最初に左折できるかが問題でしてですね、なんか大回りしないと曲がれないような気もしなくもないんだけれども、大丈夫かなって
結構ね、この今、朝の7時56分なんですけど、8時前でちょうど通勤ラッシュでね、右もいっぱい車がいるので、どうやって曲がればいいのかなーって不安でございますが、曲がった後も、おそらく前から車が来ちゃうと、すれ違いできないんじゃないかなと思いながらビクビクしておりますが、他に広い道があればいいんですけどね。見た感じどこも狭そうなんで、8号線から行くのが多分一番なんだと思うんですが。およそ700メートル先、左方向です。いやー、不安だなー。なんかこの辺の現場って最近ちょくちょくいろんなとこ来るんですけど、どこも狭いんだよな。本当はね、おそらくこの本郷っていう交差点を曲がった方が広いと思うんだけど、そこから奥が曲がれる気がしなくてですね。どこ曲がるんだろうな。交差点の奥だもんな。信号がないところを曲がる感じです。ここはね、ちょくちょくお客さんいるんで曲がることあるんですけど、ここじゃないんだよ。およここがそ本郷300メー信号トルだ先、ね。左方向です。ここ越えたとこ左折できんのかな、これ。右からも車が来る。車出てきたな。まもなく左方向です。その先、目的地付近です。マジか。マジか。きついぞ、これは。いけるかな？早く曲がってくれないかな？ちょっとこっち大回りしないときついね。ちょっと曲がらしてもろうて。よいしょ。で、まもなく目的地付近です。軽トラさんがすごく止まってるけど、これ、ちょっとどい。ねえ、そこ喋ってないでさ、ちょっとどかしていただけないでしょうかね。すいませんね、お話中に。お母さん、申し訳ない。ここ通り過ぎたとこが現場みたいです。すいません、申し訳ないです。 すいません。っていうか、現場閉まってる？そんなことある？開いてるのか、これ。ちょっと現場見てきましょうか。ここなら止まっ目て的も地大に丈夫到そう着だしな。ました。ルートガイドを終ちょっ了しとま見す。ていきたいと思います。見てきたんですが、あれ、どうやって入ればいいんだろう。なんか、すごく狭いんですけど。入れんのかな、これ。ちょっと行ってみるか。これきついなぁ。この右側に入るんすよ。ここ入れるかなぁ。いや、これきつい。ちょっとマイク外す。
出るんかこれ。ちょっと前に出るか。朝から大迷惑だよ。帰りどうしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれて。とりあえずバックでいいんかな。とりあえずここでいいんかな。とりあえず入れた。ちょっと下ろしてきまーす。はい、そしたらね、無事に下ろし終わったので帰りたいと思いまーす。がですが、ここ曲がれるからね、第一関門でございますが、まあ、多分大丈夫だと思うんですが、本当はね、右から行った方がいいんだろうな。でもな、大回りすれば行けるんじゃないかなということで、車来ないかな。車来てる。ああ、これな。どうやって曲がろうかな。曲がるんかい。いけるかな。ああ、まあ一回じゃ曲がれないか。ちょっとバックしなきゃあかんね。これね。バックしたところでこれ曲がれるか。これマジ辛いな。これは大変なことね。あんま行くとこすっちゃうから一回ちょっと普通に下がろう。普通に普通でしょ。早く行ってください。もう一回ちょっと下がらないと。曲がれないんで、めっちゃ来るし、もう、まあ、超迷惑そうに見られてるけど、OK、 切り返して曲がれた。ただこの先もあれですね。このとこ会社ある。あ、工場あるんだかな。ここをね、横を言えば右折したいけど、できるのかな。まっすぐ行ったってことはなんかできそうな気がしなくもないな。ここね、行ける。行かしてもらおう。いやー、無事出れてよかったです。ちょっと久しぶりに狭くてヒヤッとする道だったので動画撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。狭い現場はね、急にやってくるので、また機会があれば撮影してみたいなと思います。あったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。マーでした。バイバイ。